氷河は掃除球での戦いの。アクエリアスの神が、なぜあなたが天秤球に。あなたは欧米球を守っているはずでは。そう、本来なら五老法の老師が預かるこの天秤球だが、老師は長い間ロザンを動かれ、いわばここは無人の球。その無人の球、なぜあなたが。氷河、それはお前をここで食い止めるためだ。どうした氷河、なぜ剣を打ってこない。進むぞ、私を倒さなければならないのだからな。できません。死であるあなたに剣を向けることはできない。甘いぞ氷河、その甘さがある限り私には勝てん。おとなしく引き返す。まだだ。権利はない。やっと決心がついた。ヒョウ、その程度か。あなた、オーロラサンダー、アタック。お前をここで止める。無駄だ。オーロラサンダー、いいかヒョウ、お前がセブンセンシズを体得しない限り、お前に勝利はありえない。もうこれ以上あなたに剣を振るうなどできない。氷河よ、ダイヤモンド、その稚拙な考えを捨てるのだ。お前の心の中、母への思い、私への憎悪で満ち満ちている。そのような感情は真の戦意が持つべき究極のコスモとは遠くかけ離れたものだ。その程度か。ダイヤモンド、ダッド、ダイヤモンドダスト、無駄だ。オーロラサンダー、アタック。オーロラサンダー、ダイヤモンドダスト、チュチュチュ、ダイヤモンドダスト、無駄だ。オーロラサンダー、アタック。我が神よ、ダイヤモンドダスト、ありつ、ダイヤモンドダスト、ダイヤモンドダスト、チュッ、くらえ、借りくらえ、終わりにしてやろう。この程度でこの先。せいや、次の巨海球を俺に任せる。お前はまっすぐ次の獅子球に進む。何？氷河のコスモが消滅する寸前、この先の球で大きく弾けるのをせいやが感じたはずだ。逃がさない。この先のいずれかの球で氷河が危機に陥るのを間違えない。一刻も早く救ってやらなければ。分かったぜ、シリュー。
せの HD が効いた。このシリーには通じん。ロザン、なんとサモシエ、これでもサンクチュアリを守る兵なのか。こんなに強いなんて。逃げてるんじゃねえからな。せいや、シュン。ああ、シリュウもシュンのコスモが弱まっていくのを感じたか。掃除球で何かあったに違いない。シュンは、シリュウ、ここはシュンを信じるまでだ。あいつきっと大丈夫さ。あ、あ、公式のことで。このシリュウには通じん。ふざけろ。ふざけろ。なんて速い剣なんだ。見えない。この程度の実力ではこの先には進めんさ。シリュウ、先に進もう。あ、セイヨ、日時計はどうなっている。ジェミニからキャンサーに移っている。ということは残りたった9時間しかない。シリュウ、まだ9時間あるって考えるんだ。たった9時間しかないって考えたら焦りと絶望感にとらわれ、やれることさえやれなくなってしまうんじゃないか。ペイントになっていくつも効きそうなシーンを乗り越えて、俺は気がついた。どんな時もまだなんとかなるって考えれば、必ずゼントに希望の光明が見出せるってね。だからまだ9時間あるのさ。まだ9時間ある。だけど急がなくっちゃな。ところで死にたくなかった。さっきの掃除球までの道とは違い、元気臭い道だ。コスモという何か死の匂いがする。一体どんな戦士が巨階級を守護しているって言うんだ。おそらくデスマスク。デスマスク。俺がサンクチュアリに旅立つ前に老子と俺に剣を向けた戦士。ムーが終わらない俺たちを助けた。ムーは今沙織さんを守ってくれている。今回ばかり。なてお前たち。お前はブラックペガサス。シュッ、こいつは宇宙三六で俺が倒したはずなのに。ブラックペガサスは一人だけだと思っている。何、俺たちのことも知らずにサンクチュアリに乗り継ぐ。その無謀さだけは一定の恐怖だが、お前に生き延びるほどの価値はない。こんなに強いとは。戦意と資格を剥奪された者には分かるまい。俺はアテナに行く。着いたぞシリュウ。4番目の球、巨階級が目の前だ。
ガの安否を気遣いながら。シリュウとか言ったか、久しぶりだな。こいつが、そうとも、俺がキャンサーのデスマスクだ。強行の素顔を取り、あえて犬のように従順に仕えている。このシリュウには通じず、戦況の風上にも置けんやつだ。どうだ、相変わらず口の減らんガキめ。この巨海級の無数の死に顔にお前らも加わるのか。逃がさん、どうだ。せいや、お前は約束通り次の獅子級を目指す。突破しなければならない級はこの先8つも残ってるんだぞ。この一撃で決める。目が見える。どういう、なんだ。あの遠くに見える人影は大勢の人が黙々と歩く。彼らが向かっている先にある、あの大勢の人が。おい、待ってくれ。君たちは何者なんだ。我々が振り返らない。口も聞かない。あの後ろ姿はもしかして彼らなのか。あの人たちが行こうとしている場所は死の国。行ってしまったら二度と戻れません。やはり俺はデスマスクの名鑑になって。もう一度戻りなさい、シリュウ。しかしどうやって。ガキを倒すのに、ガキがあなたにまとわりついている。もう一度に戻ることはできないでしょう。ガキとの話、巨海級を守るのです。五山昇竜派。五山、五山、五山。沙織さん、氷河はまだ死んではいないのですか。氷河のことは心配ありません。あなたは巨海級に戻ることだけを考えています。これで全員片付いたぞ。さあ、巨海級へ戻って今度こそデスマスクを倒すのです。ここが石式か。なんて暗く岩だらけでゴツゴツしたところなんだ。まるで世紀が感じられない。シリュウを倒し、残念ながら俺はこれまで二度も死の入り口から戻ってきたことがあるんでね。どうやら死神から嫌われているらしい。さあデスマスク、今度はお前をあの世に送ってやる。死の入り口より引き戻さねばならぬ人間がまだ二人いる。このシリュウのことです。死の国へ落ちよう。シリュウよ、死ね。シリュウ、今度こそ確実に死の国に送ってやる。二度と戻ってこられぬようにダメージを大きくしてな。悪を懲らめるというのもとに子供たちの命を奪い、この死竜にはとされ罪のない神殿の清らかな愛を蹂躙した。お前に対する怒りが俺のコスモを燃えたぎらしたんだ。意味もなくお前に殺された多くの人々の悲しみを込めて、デスマスク、俺の竜の血がお前を倒すために沸騰しているんだ。
今最も大切な鱗に触れた者を情け容赦なく大いなる怒りを持って滅ぼすという。お前は俺が大切にしているものを無残に踏みにじった。無残に勝負命が絶えるまで俺の怒りが消えることはない。イカさん、ロザン、勇者の視界への落とし、二度と蘇生することができないと言ったが、今度はお前が落ちる番だ。お前の力はこの程度か。敵式明快派伊賀さん、登山昇竜派伊賀さん、登山勇士ゴールドクロスの知らぬお前が、マテダの戦士を名乗る資格はない。ボタン黙れ、力こそ正義なのだ。力なき者は死ぬのだ。そんなことは、この死竜の命ありきは絶対に許さん。正義なき力はいつか滅びるのだ。デスマスク、うん、お前もだ。ボタン勇士と清竜よ、なぜクロスを脱いだのだ。魂を引き裂いてやる。五段昇竜だ。どうだ、五段昇竜だ。まあまあ、初階級で正義がどうとかいいかな。ブロンズセイントに正義の何がわかる。五段正義の剣が正義の剣によって変わるのだ。ほりゃけ、どうしもおっしゃっただ。正義の剣が来て決める普遍のものなのだ。次の四死球を守っているのはアイオリア。ローリングジャック。アテナに忠誠を誓っているアイオリア、四死球を通らせてくれるはずだ。ペガサス流星群、貴様にはこれで死んでもらう。待って、アイオリアは俺のことを知っているんだ。流星群、ペガサス嘘をついたら、もっとマシな嘘をついたらどうだ。嘘なんかじゃない。やはり信じてもらえないのか。ふん、いや、反撃だ。ペガサス流星拳、ペガサスローリングチャンス、ペガサスローリングチャンス、ペガサス水星拳、ペガサス流星拳。次の者たちよ、
せいやを止めてくれ。本当にアイオリア様の力へ行くつもりなのか。アイオリア様が無本物を相手にするわけがないだろう。アイオリアは誰にも本当のことも言ってないのか。見えた。ペガサス流星剣。ダイナさんは大丈夫だ。金牛球に乗り込む前、俺がカシオスに言った通り、ちゃんと看病しててくれればいいんだけど。よし、ここは片付いた。アイオリアのところを目指さないと。せや、アイオリア様のためにここで死ね。まだやるのか。サンクチュアリには未だにアイオリア様に不信感を抱いている者がいる。暗躍者のお前がここで死ねば不信感もなくなるだろう。アイオリア様に勝って俺たちがお前の首を取る。くそ、もうすぐでススキューだってのに。負けた。アイオリア様、必ずゼイヤの首を。なんか美味しそうだな。星の子学園に行った時もこんな姿だった。俺は美穂ちゃんに必ず日本に帰るって約束したんだ。そのためにもこの中二級を突破しなければ。日本の戦士はこんなにも強いとは。ペガサス流星剣。こっち、ペガサス流星剣。ここでアイオリアを見張っている。ペガサス流星剣。お前の相手をしなくて。アイオリアを見張る、どういうことだ。アイオリアは逆賊アイオロスの。流星剣。そう簡単にあいつのことは信用できんからな。まだまだ。アイオリア、サンクチュアリでまだ白い目で見られてるっていうのか。ペガサス水星剣。まだまだ。行くぞ。ペガサス水星剣。これでアイオリアを見張ってるやつはいなくなったはずだ。せいや、お前は所詮この程度の実力、アイオリア様の相手にもならん。この実力へ続く道がお前の墓場となるのだ。ペガサス流星剣。ペガサス水星剣。ペガサス水星剣。あれはまさかシュンとヒョウが。おーい、シュン、ヒョウガー。シリュウが戦ったブラックペガサスに続き、ペガサス、なぜお前が。ブロンズ、お前たちブロンズセイントをどう思ったか。ブロンズセイントするとブラックセイント。もう少しで四死球だ。急いで四死球を越えて強行の間にたどり着かないと。なんだ、さっきからその胸の不安は。まさか巨海峡でシルの身に何か。キャンサーの火も消えかけている。シリュー、俺はお前を信じるぜ。聖夜のこの力は一体どこから。
巨階級を主流に任せ、俺はこの四死球を守護するのが役、誰だろうと通すわけにはいかん。バカな、何を言っているんだ。俺たちは一刻も早く十二級を突破しなくちゃいけないんだ。すごい、この四死球を通ろうとする者は誰であろうとレオのアイオリアが殺す。一体何があったんだアイオリア。貴様と話し合うつもりなどない。ここまで攻撃してもまだ目が覚めないだなんて、教えてくれアイオリア、一体何があったんだ。お前には関係のない。そう、サオリ選手が、よし、刻一刻と迫っているのに、これ以上アイオリアと話し合っても無駄ってことか。こうなら遠慮しないぜ。あんたを、よし、悪の側の人間として全力で倒すだけだ。行くぜアイオリア、行くぞ。受けよ獅子の牙を。これで終わりだ。さっきはライトニングボルトを見極めることができたんだ。このまま行けば奇跡を起こせる。構えよシーヤ。私が低くなったのはたまたま見えただけのこと。俺の全骨を集中して放つ。ハイトニングプラズマが見えるか。俺には効かんぞ。見えた。シーヤ、貴様がいくらコスモを高めたところでこの俺を倒すことはでき。自身の方向を。俺がこのサンクチュアリで訓練を投げ出そうとしたとき、戦火、生まれや育ちは関係ない。重要なのは、アイオリア。